気象庁は青森県に記録的短時間大雨情報を出しました。深浦町付近で午後2時20分までの1時間に、およそ90ミリの大雨が降ったとみられます。災害の発生につながるような猛烈な雨です。土砂災害や浸水被害が発生しやすい地区にお住まいの方、早めの避難を心がけるとともに、自治体から発表される避難指示などの情報にご注意ください。